バージニア・チェリルはアメリカ合衆国の女優。チャールズ・チャップリンの1931年の映画、街の明かりにおける盲目のヒロインとして知られるが、それに関わること以外は断片的にしか知られていなかった。しかし、没後になってから、その生涯が徐々に知られるようになった。バージニア・チェリルは1908年4月12日、イリノイ州。 ハンコック軍カーセッチの農場主ジェームズ・イーチェリルとブランシ・チェリルの間に生まれる。ウィスコンシン州家農者の格好を卒業後、シカゴに出た。バージニアは当初、芸能界には興味を持っていなかったが、後にシェーンの主演を務めたアラン・ラットの2番目の妻となる、スー・キャロルと親友になり、後年、その縁が元になってハリウッド映画に出ることとなる。1925年、 バージニアは、シカゴで、クイーン・オブ・アーティスト・バルに選ばれる。工業王、フローレンツ・ジークフェルドがバージニアに接近して舞台に、出演するようスカウトを行ったものの、バージニアはこれを了承しなかった。やがて新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストからの誘いを受けて、カリフォルニアに移り、また、シカゴ時代に知り合った、弁護士のアービング・アドラーとの結婚生活を始めるが、この結婚生活は、 バージニアを失望させるものだった。この時点では、むしろ社交界に軸を置いていた。バージニアとチャップリンの出会いには二通りの説がある。1928年夏、アドラーとの結婚が破綻したバージニアは、ハリウッドに遊びに来ており、ハリウッドアメリカンリージョンスタジアムで行われた、ボクシングの試合を見に来ていたチャップリンに目をかけられ、チャップリンのスクリーンテストを受けることになった、というもの。 もう一つは、チャップリン自身の弁によるもので、サンタモニカのビーチで水着姿で撮影中のバージニアの姿が忘れられず、スクリーンテストへの誘いの電話をかけた、というものである。チャップリンは、バージニアに、エドナ・パーバイアンスのような雰囲気を感じており、また、バージニア以外の女優にも、街の明かりとして結実する新作に登場させる、盲目のヒロインの役に必要な、 盲目の人間の演技のテストを行わせたが、バージニアのみが自然に盲目らしく見せることに成功したこともあって、バージニアが新作のヒロインに選ばれた。バージニアの両親、ジェームズとブランシュは、バージニアの映画界入りには賛成していなかった。しかし、ここで一つ問題が起こる。バージニアが特に、チャップリンを気に入っておらず、チャップリンもまたバージニアには好意を持てなかったことで、 チャップリン視点で言えば、個人的に好意を寄せていない女優と共演するのは初めてだった。街の明かりの撮影のうち、バージニア演じる盲目の花売り娘が、放浪者と出会うシーンが最初に撮影されたのは1929年1月29日から2月14日の間で、チャップリンがインフルエンザと食中毒で床に伏せっていた。期間を挟んで4月1日から10日までの間に一度は、 撮影されたが、チャップリンは撮り直しを重ねても出来栄えに満足せず、当該シーンの撮影は一旦放置された。半年後の1929年11月頃から、再び当該シーンの撮影が再開されるが、その半年間、バージニア愛ごとにパーティーに出かけたりして、退屈をしのぐ日々だった。相変わらず、チャップリンはバージニアに興味が持てず、気分は散漫になりがちであった。 そして、一つの事件が起こる。重要なシーンの撮影を間近に控えたとき、バージニアは、美容室の予約があるという理由で早退を求め、これを聞いたチャップリンは、不満が爆発して、バージニアとの契約を停止してしまった。代わりに、黄金京時代でヒロインを務めたジョージア・ヘールが、盲目の花売り娘役を演じることとなり、テストフィルムまで撮られ好評を得たものの、側近の忠告に、 気持ちがぐらついて気が変わり、別の女優をテストしてみたものの気に入らなかったこともあって、チャップリンは10日後にバージニアを復帰させることを決断した。ところが、バージニアは週休を停止前の75ドルから倍の150ドルにしてくれたら戻る。最初に契約した時は未成年だったから、契約は無効だ、とチャップリンに訴え出る。週休の件は、ハーストの愛人マリオン。 デイビスの入れ知恵であった。完全に花をへし折られた形のチャップリンではあったが、好意という形ではないにせよ、バージニアと仕事をすることに、ようやく気が向いたのか、再契約に応じ、出会いのシーン、花売り娘の家でのシーンを及びラストシーンの撮影が、順調に進むこととなった。街の明かり全体の制作もつきものが落ちたかのように、順調となり、 チャップリン自身もこれまでの不安を一気に吹き飛ばしたかのようであった。各して街の明かりの撮影は1930年10月30日に終わった。街の明かりの撮影終了後、バージニアはフォックスフィルムと契約し、初期の陶器映画、興奮を求める女子では若き日のジョン・ウェインと共演。ジョン・フォード監督のザブラッドにも出演し、 ジョージ・ガーシュウィンが音楽を担当したミュージカル映画、デリシャスで、ジャネット・ゲーナーと共演したが、ジェームズ・メイソンの初期出演作2作のうちの一つである、荒れた海への出演が、女優としてのキャリアの最後となった。バージニアは、偉大な女優になる気はなかったと回想している。バージニアは1934年から1935年に、かけて、俳優のケイリー・グラントと結婚したが、 家庭内暴力に悩まされたと主張し、二度目の結婚生活も7ヶ月で終わった。1937年には、第9代ジャージー伯爵ジョージ・チャイルド・ビリアと三度目の結婚をし、バージニアは、バージニア・チャイルド・ビリアとして、伯爵夫人となったが、この生活も1946年にピリオドを打った。三度目の結婚生活の最中に、第二次世界大戦が起こり、 バージニアは国際赤十字の活動に身を投じる。街の明かり撮影終了後は、チャップリンとの間柄も、ほぼ没交渉となったが、チャップリンのイフテイ、ウィーラードライデンの日記によれば、1940年9月25日に独裁者の最終編集を行っているチャップリンを訪問し、編集された、いくつかのシーンを見たことが記されている。 また、1983年には、イギリスのテムズテレビジョンがいわゆる、チャップリンの NG フィルムを取り上げたドキュメンタリー番組、アンノーン・チャップリンにインタビュー出演した。チャイルド・ビリアとの離婚後、バージニアは、対戦中の赤十字活動で世話をした、ポーランド空軍将校フローラン・カジミエジュ・マルティニと結婚。4度目の夫となったマルティニは1948年から、 サンタバーバラのロッキード社に勤務し、この結婚生活は1996年11月14日にバージニアが88歳で亡くなるまで続いた。バージニアはいずれの結婚生活でも子供は授からなかった。バージニアはバインストリート1545番地にハリウッドウォークオブフェームの星を刻んでいる。街の明かりインターネットムービーデータベースのデータによる。 1934年に20世紀ピクチャーズと合併して20世紀フォックス・バージニアがインタビュー出演したアンノーン・チャップリンのナレーションを担当。ありがとうございます。